青木セレナのセレニャン塾、今回は時短練習法について教えたいと思います。皆さん仕事が忙しくてなかなか練習する時間が取れないと思いますが、そういう時にこの練習さえしておけば大丈夫という練習があるので、ぜひレクチャーしたいなと思います。まず練習場に行ったら、課題を持って練習をしてください。私の場合は、ビジネスゾーンというこの9時3時なんですけど、この一番大切なビジネスゾーンを一番練習するとミート率アップにつながるので、これを一番練習しています。ビジネスゾーンの練習としては、まず普通のアドレスをしてハーフショットですね、9時3時を練習したり、あとは足を閉じてフルショットのスイングをすると、体の使い方がとっても分かりやすいのと、このビジネスゾーンが大切になってくるので、ここのこう球の拾い方っていうのがすごく分かりやすいです。では実際に打ってみたいと思います。まずスタンスは普段のアイアンショットのスタンスの広さ、だいたい肩幅に合わせてください。で、振り幅としては腰から腰です。9時3時イメージとしては、そうですね、ボールを運ぶようなイメージで、しっかり打ち込むんではなくてタイミングを取りながらこうボールを運んでいくようなイメージで打ってください。いきます。こんな感じですね。この時のポイントとして、グリップエンドがしっかりとおへそを向いた状態で動くと、とてもまっすぐボールを打ちやすいので、ここが一つポイントになります。ではもう一球打ちますね。ボールの位置は真ん中で、9時3時こんな感じですね。しっかりとおへそを打ちたい方に向けるがポイントになってきます。で、もう一つがスタンスを閉じてフルショットの振り幅で打ちます。この時もしっかりと振るんではなくて運ぶようなイメージで、こんな感じですね。少しこの膝が上下っていうんですかね、前後か、前後してもいいので、このタイミングだけ取れるように意識をして打ってください。もう一度いきます。ボールの位置は真ん中で、閉じて、こんな感じですね。無理のなくしっかりと最後まで振ってください。